スーパーカブ 50cc 1997年式です。主に通勤に使っております。晴れの日ばかりではありません。雨の日ももちろん通勤に使えます。そうなるとですね、車体がかなり汚れてきます。雨に打たれてカウルとても汚いです。マフラーこちらもかなり汚れてきました。日頃お掃除してあげたらいいんですけども、通勤用ということでなかなかお掃除する時間がありません。このまま放置していると少しずつ錆が出てきたり、ボディのツヤ、塗装ゆっくりでも傷んできます。このまま放置して味わいとして認識するのか、それともですね、日頃からきっちりメンテナンスをして綺麗な状態で維持してあげるのがいいのか、どちらがいいでしょうか。この株もかなり古い年代のものとなっています。年相応の痛みやれ具合が味わいだということで、このまま放置して汚れを蓄積させる方がいいのか、日頃メンテナンスしっかりしてボディぐらいは綺麗な状態を保ってあげる方がいいのか、ユーザーの好みになってしまいます。正直言いますと、この手の株錆びた方がかっこいいという意見もあります。しかしあまり錆びすぎると強度が落ちたりしてきます。マフラーせっかく新調したのに汚い状態ですとみすぼらしくなってきます。たまに掃除をしてあげる方がいいのかなと考えています。今この状態でもまだ手遅れではないので、これから定期的にお掃除してあげようかなと考えています。少し古い株を乗ってらっしゃる方、どう思われるでしょうか。汚れた方がかっこいいと思われるか、常にピカピカで綺麗な方がかっこいいと思われるか、意見二分すると思います。私はその中間ぐらいかなと思いますね。あまりピカピカすぎても時代感そぐわないかなと思いますし、汚すぎてもみすぼらしいかなと思います。時代相応にくたびれていてもいいですけども、プラス大事に乗っているよねって思われるくらいのコンディションがいいかなと思っています。これからまだまだ通勤に使えますので大事に乗ろうと思います。